どうも皆さんこんにちは、コマフフェです。今回はワンダーオラクルというゲームを実況していきたいと思います。早速なんですけど、見た方ならわかる方もいると思うんですけども、これは僕の陣地ですね。で、このゲームは僕が仲間を連れて、他の相手っていうか他もプレイヤーもこんな感じで自分独特の陣地を作ってるんですよ。そこに攻め込むゲームです。でですね、ここに出てくる戦士たちはみんな訳あって女の子です。で、戦士じゃなくて戦う姫と書いて戦騎です。はい、今からですね、その戦騎の説明をしていきたいと思います。ここの真ん中にあるワンダーオラクル、これは僕の自陣の核みたいなものですね。もう一番破壊されちゃダメみたいなやつです。ここの水槽ってところを押すと、これで戦騎をゲットできるんですよ。どんな風にやるかっていうと、今一番右の第5水槽ってところを余ってるんですね。まあ、ここ押します。で、この緑の粉、青い粉、赤の粉ってあるじゃないですか。この粉には全部レア度があって、一番低いのが緑の粉。これは、このまま行くと、星4出る確率 1% とかです。で、これに金の粉とか、銀の粉を組み合わせることによってより強いものをゲットできるんですけども、この無添加ってやつは、もうなんだ、一番普通っていうか一番位が低いですね。で、この金のにするとほら星4の出る確率が 5% になるんですね。この赤の粉を使うと無添加でもほら全然違うでしょ、この確率が書いてあるけど。で、銀の粉だとこんな上がるし、金の粉にすると 100% になるわけですね。まあ、これでやっていきましょう。で、僕は残りの4個をもう終わらせてあるんで、このキャラを見ていきましょう。さあ、1人目、さあ、被りましたね。でもね、これね、かなりこのレオニダスっていうのを被るのが多いですね。まあ、これはかなり使えるんで僕自身全然嬉しいです。で、もう1個、ワンチャンね、全部レオニダスですね。はい、もう1個あ、でもね、惜しい。これが300溜まるともっと強くなるんですよ。うわー、悔しい。まあいいや、まあ、これで早速戦っていきましょう。今からですね、僕は遠征というものに行くんですけども、ここは多分ですね、結構圧倒して勝てるところだと思うんですね。で、まあそこをやりながらスキルとかの説明をしていきたいと思います。ここですね、攻撃、この上にいる4人が戦機ですね。例えばこのレオニダスだとすると、この技能ってところを押すと、これですね、スパルタの密集陣形、ケンゾネスとして出撃することで任意のタイミングで使用可能で、一定範囲内の全ケンゾネスを強化して攻撃力と移動速度をかなり高める。ちなみにそのケンゾネスっていうのはこの一番左にいる30体いるやつですね。これと一緒にレオニダスを出すと、このケンゾネスがかなり強くなる。こんな感じで戦機にはこのキャラ専用みたいのがいて、例えばこの弓起動スレナスっていうのはこの隣にある弓使いのやつになります。早速もう行って説明する方が早いんで行きます。戦闘開始。この剣使いはですね、近距離攻撃ができるんですよ。ただ近距離攻撃しかできません。なので質より量みたいな感じです。量をたくさん出しますね。ほら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 、こんな感じでもう全部出せます。はい、今攻めてますね。で、この弓使いはですね、近距離じゃなくて遠距離なんですよ。だから遠目から攻撃することができます。これはかなり有利なんですけども、ここに大砲とか打ち込まれると一気にまずい状態になっています。で、このレオニダス使えないな。まだレオニダスはまだ使えません。だからちょっと他の兵も出してみましょう。この体がすごいガタイのいい兵は、なんだろう、いわゆるタンクみたいなもんで耐久力がすごい高いんですね。お、今真ん中攻めてますね。あそこを壊せばこの星が1個溜まります。でも一気に出しちゃおう。レッツゴーレッツゴー。この馬の兵も出しちゃいます。おおいいんじゃない。この爆弾も出しますね。おおあー、オッケー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 。ワンダーオラクル壊しましたね。これはどうだ。この爆弾もかなり強いですね。
おー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 おおお強い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 。あ、オッケー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 。これ余裕だな。なんかもうスキルを使う間もなく勝っちゃいますね。で、じゃあちょっといろいろまだ使ってないのあるんで、こういうのとか見せていきましょう。えいえいえい。どうかな。これ全部壊せば星3つになって 100% になるんですね。でもこういった飛んでる、なんていうんだ、この機体たちはですね、ミサイルとかでよく落とされちゃうんですよ。だからそこら辺もよく相手のこの陣形を見ながらやっていくのが大事だと思います。それでは早速勝利したんで、次はですね、遠征じゃなくてプレイヤーに攻め込んでみます。さあ早速プレイヤーに侵略始めていきたいと思います。まずはですね、ここにたくさん出します。なぜならですよなぜならですよ、相手のこの外側ですね、この1個しか、このミサイル、これしかないんですね。強い。待って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 。想像以上に強かった。なんで、いけるかなって思ったんですけど、ちょっといろいろ分けていきましょう。外側は、相手、案外緩いです。なんで、もう、一気に攻め込みましょう。えい。どうだ、いける？いい感じ、いい感じ？あー、まずい。大丈夫か、お前ら。いや、でも、いけてる。ここを壊せば、ここ最高。オッケー、壊した。よし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 。一気に攻め込みましょう。さあ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 。どんどんこのボム兵とかも出して。でですね、ちょっと強いのを買ったんですけども、この機械、とてつもなく強いです。すごい、かっこいいし、攻撃力も半端じゃないんですよ。いい感じ、いい感じ。ちょっと待って、これもうすごい強すぎるかもしれない。あ、待って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 。意外と負けてんな。ちょっと、総力尽くしましょう。いけ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 。どうだどうだ。あ、でもいい感じいい感じ。壊れてますよ。この機械マジで強いの。ほら今の一撃だよ。でも飛んできてますね、攻撃が。お、よし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 。星1個目。これ壁を壊しますね。いけ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 。いいよ、強いよ、めっちゃ強いよ。半端じゃないんだけど。いいね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 。お、お、あ、重い。あ、大丈夫か、こっちは。え、壁壊した？だけど、こっちが、すごいな。なんか、いろいろなってる。やばい、食らってる、食らってる。だけど、こっちはワンダーオラクルまで来ましたね。これを壊せば、星2個目です。硬いな、でも。いけるか？いけねーか？いや、こいつは、このミサイルをね、破壊さえすれば、いけるいけるいける。おお2個目きたー。はい、いいよ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 。あ、惜しい。あ、でもこの空中でうまくやってる。空中のやつを倒せるのはこのミサイルしかないんですよ。だから、おい、あー、やばいやばい、あ、やばいやばいやばい、ミサイルあったわ。あとはこの最強ロボットがどこまでしてくれるか。はい。それを壊してくれ。おぉ、聞いてんの？てか。え、あ、避けたわ。避けたというか当たってないね。あー、だから時間切れですね。いや、でも、十分ですよ、この破壊率は。いや、すごい。最後にですね、僕の施設を紹介していきたいと思います。僕のですはね、この真ん中にやっぱ一番大切なものの周りに、この砲台とか置いて、まあ、ここは、入られないためにね、砲台とか置いて防ぎます。そしてこの金庫とか、これだね、あの米倉とかはもう絶対に、これも壊されちゃいけないんで守ってます。で、これのさらに外にもう砲台がね、本当にもうたくさんあります。で、その外にはまあどうでもいいやみたいのがたくさんありますね。壊されてもまあいいもので、まあちなみにこれもあれですね、監視塔も武器の役割も果たせますし、これで空に浮いてる、例えばなんださっきみたいなドローンみたいなやつを撃ち落とせたりします。これが僕の施設です。こんな感じでですね、施設も自分で変えられちゃったりできるのですごい面白いです。この動画の概要欄にダウンロードリンクを貼っておきますんで、
ぜひプレイしてみてください。それでは次回見てください。じゃあな。